体はグレー、線はオレンジ、グローラインテトラ。吹雪テトラ。やあ諸君、風紀どうじゃ。このテトラを知っておるかの。ヒレの先端が白く、中央のラインと目の上の部分がオレンジ。そう、グローラインテトラじゃな。人気のグローライトテトラではない、一文字違いの肝が座った種じゃ。攻撃性の高いテトラとの混泳に適しており、ほとんどデータがない新しく発見されたテトラじゃ。さらに偶然、グローライトテトラがパッケージの新作多機能調整剤が出たから、合わせて見ていこうと思う。今回はこのテトラが主役のお話じゃ。チンカラの世界を楽しんでくれたまえ。ゴジじゃないんだぜ、グローラインテトラ。はい、買ってきました。今回はグローラインテトラです。価格は3800円でした。今ゴールデンウィークセールをやってて 20% オフで買いました。と言ってもね、いつも 20% 以上引いてもらってるんですけどね。生息してる川はタパジョス川です。これグローライトじゃないんでね、最初ね、店長の5時かなと思ったんですけども、いやこれブログでグローライトじゃなくてラインって書いてんなと思ってね、疲れてんのかなと思ったんだけど、これグローラインテトラでした。グローライトテトラのワイルド個体って見たことないですよね。そういえばこいつです。上から見てもわからんよね。ちょっと今本当にグローライトっぽく見えますけども、若干違うんですよ。で、多分メスじゃないかなという個体を買ってきました。多分メスだと思います。性格はややきついかなと、ね、もうこっから見たらグローライトだよね。多分お披露目すぐだと思います。もう入れるとこないんで、仕方ないんで、フレームテトラ水槽のとこに入れておきます。これ多分ちょっと気荒いんでね、こいつ。はい、20日後でございます。この種に関しては本当にデータがないので、勝って分かったことを語りたいと思います。タパジョス川に生息してます。そして全長は4センチから5センチです。で、メスの方が若干ふっくらしてました。で、この個体は多分メスだと思います。形態的特徴としては、真ん中にオレンジ色のラインが走ってます。で、目も上の部分がオレンジ、そしてヒレの先端は白いです。体はやや厚みがあって防水型です。尾びれは白くない、背びれと尻びれ、あと胸びれも一部白くなってます。で、非常にまあグローライトテトラとは似てるんですけど、よくよく見るとこの体高が若干こっちの方があるんで、見極めはできると思います。こっちはしっかりとしたオレンジなんだよね。でね、こいつを飼って分かったのが、すごく肝が座ってます。販売水槽で同士間でよく争ってたんですよ。うわ、こいつちょっと性格きついなと思って、フレームテトラっていう性格がきついテトラが入ってる水槽があるんですけども、そこに入れました。そうすると最初はね、こんな感じでおとなしかったんですよ。あ、ちょっとこれね、フレームテトラ怖いのかなと思って失敗したなと思ったんだけど、1週間ぐらい経ったら、今度こいつがね、フレームテトラにこう攻撃仕掛けたりするんですよ。今ちょっと喧嘩してるんでね、こう鱗剥がれたりしてます。ね。だから、それでフレームテトラとシルバーチップテトラっていう、その気の荒いテトラに攻撃をよく仕掛けるようになって、今はですね、彼らから攻撃を食らわなくなりました。フレームテトラやシルバーチップから攻撃されないテトラです。例えばね、フレームテトラが火でかじったりして攻撃すると、普通のテトラは逃げるんだけど、こいつはね、もう水槽の端っこから端っこまでにぐるぐる追っかけ回してですね、2倍か3倍の仕返しをするんですよ。見てたらね。だからフレームテトラも、あ、こいつちょっとやべえなっていう感じで、もう攻撃をしなくなりました。こいつの面白いところは、攻撃っぽいやつって餌やんない時もよく攻撃するんですよ。だけどね、このグローラインテトラに関しては、自分に攻撃を仕掛けてこない限りは、相手に攻撃しないです。よく観察してると。で、餌の時間興奮して、シルバーチップテトラとかがね、こいつのヒレをこう、ウェイってかじりに行ったりすると、2、3倍の仕返しをするという感じでございます。面白いのがね、水槽の真ん中を堂々と泳いでます。普通、新顔って少しこう、端っこの方を泳いだりして、あんまりね、真ん中堂々と泳がないんですよ。でもこの水深の真ん中をね、もう、ボーンっているんですよ、いつも。もう真ん中をね、スキンにこう泳いでて、フレームテトラとかシルバーチップはこう、端に寄ったりするぐらいなんで、肝の座ってるテトラだよね。俺面白いなと思いますね。そして口がでかくて、フライミックス長粒っていうコトブキの餌問題なく食べます。そして今1日1回の給仕ですけど、お腹が膨れてます。グローライトテトラと同じく太りやすい傾向があるんじゃないかと思います。人工飼料何でもよく食べます。で、水質は中性から弱アルカリ、何でも飼育できます。今これ 7.5 の pH です。全く問題ないでしょ。
色も出てます。綺麗に発色してます。話によると数年前に入荷あったようです。ただしそこまでこう、なんていうかな、注目されなかったということで、あまりこう知れ渡ってない、めちゃくちゃ新しいやつではないんだけど、ネットに出回ってないと、映像も出回ってなくて、非常に貴重なテトラだと思います。ネオンテトラとかね、カージナルテトラみたいな、ああいう優しいやつと入れちゃうと、多分こいつがもうジャイアンになって俺様になると思います。だからもし購入させたいのであれば、まあブルーテトラとか、あとペンギンテトラとかね、シルバーチップフレームテトラみたいに、性格がきついと言われているテトラの中に入れてやればいいと思います。でもね、そうすることによってね、なんかその水槽での喧嘩が減るんですよね。こいつがものすごい怖いもんですから、ちょっとこう暴れたりしたら目つけられるなって感じでね、このグローラインを一匹入れとくことによって、攻撃力の高いテトラの水槽が平和になる可能性が高いです。一応ね、最初だけおとなしいです。新しい環境の時だけおとなしいんですよ、端っこの方にいて。で、一週間ぐらいしたら本性を出すという感じでございます。あと、警戒心は結構強いんですよ。私が今こうカメラを近くで構えるとね、こんな感じで逃げ惑うじゃないですか。だから臆病なんだか肝が据わってんだかわかりませんけれども、一応太陽の攻撃には強いという感じだね。あ、今じっとしてんな。オレンジ色の線が真ん中に走ってて、で、体はグレー。油びれもしっかりあります。それで偶然グローライトテトラがパッケージの商品を見つけたので、合わせて開封したいと思います。僕が買った水調整剤はこちら、プラスワンエナジーから発売されておりますアクアバランスプラス。まずは使用図スペックを語らせてください。対象炭水化質量用、成分アミノ酸、ビタミン、糖類、有機酸、内容量 50ml で価格は550円でした。特徴としては、水質を改良するために必要な成分と魚の成長を促す成分を一つにまとめた液体資材です。バクテリア増殖、水草の成長促進、生態の繁殖力、抵抗力向上が期待できます。またアンモニア、硝酸塩、リン酸塩の濃度低下、固形抑制の効果が期待できます。そして糖質、アミノ酸、有機酸、ビタミン群は国内で製造した安心安全な成分のみを使用しています。使用方法としては、水10リットルに対して本剤を1ミリリットルまで投入し、よくかき混ぜてください。水替え後や週に1回程度の投入で効果が持続します。最後に注意点としては、5から30度の暗所で保管してください。凝固物やスライム状異物が発生する場合がありますが、効果には影響ありません。またビタミン成分は熱や光に弱く、失活しやすい物質であるため、改善後は3ヶ月を目安に使い切ってくださいとのこと。それは製品の外観から見ていきたいと思います。真ん中にグローライテタの写真が載ってます。水質改善プラスビタミン補給アクアバランスプラス、側面でございます。使用方法ってことで、水量10リットルあたり1ミリリットルです。よくかき混ぜて入れます。保存方法ってことで、直射日光を避けて5から30度の暗所で保管してください。改善後は3ヶ月を目安に使い切ってください。見えないですけど、なぜかメモリが書いてます。インスタグラムの QR コードも載ってます。こちらはプラスワンエナジーから出ております。それでは開けていきたいと思います。医療アクアバランスプラスオープン。おー、見えねえということで、匂い嗅ぎたいと思います。うわーうわ、これはダメだ。これは苦い漢方の匂いはします。これはちょっと臭いなこれはちょっといい匂いじゃないっすね。まずこのガラス缶に入れて液体を見たいと思います。その前にちょっと振ろうか。よく振ってくださいという記載はないので、振らなくてもいいかもしれませんが、一応軽く振ります。沈殿物とかあるかもしれないからね。こうちゃんとこう光が通らない黒い容器ってのがいいですね。色は若干緑がかってます。振ってみます。あ、泡すぐ消えるね。水のようにサラサラしているので使いやすいと思います。ビタミンが入ってるけど黄色くないんだね。それでは検証していきたいと思います。カルキを抜いた水10リットルを用意しました。この中に規定量を入れて TDS、pH がどれぐらい変化するか見ていきたいと思います。まずは中和水の TDS。 47ppm です。続いて規定量の 1ml 入れたいと思います。46ppm です。続いて pH、 左中和水、右アクアバランス、中和水は pH 7.0 です。アクアバランスは pH 6.5 です。2つ比較すると分かるけど、色が変わってるよね。なので少し酸性に近づきました。まとめるとこんな感じ。 TDS は問題なかったです。
pH は 0.5 下がりました。ビタミン剤とは珍しく pH が下がったので、他メーカーとは違う成分が入っていそうです。欠点は何かというと、商品説明がインスタグラム。このボトルに詳しい説明が載ってないから、QR コードの説明書を見ようとしたんだけど、これインスタグラムのアカウントがないと見れないですよ。しかも公式サイトがないです。ウェブ上にね、公開してる公式サイトがないから、これどういう成分が、入っててどういう性能があるんだろうっていうのを調べられないんですよ。あと光に弱いなら1日でビタミン消えるんじゃないかなっていう。普通照明使ってると思うんで、照明の元だとビタミンの成分っていうのはすぐ減少すると思うんですね。本当に1週間持つのかなっていう、そこは少し疑問に思いました。じゃあ利点は何かというと、要求量が少ない。10リッターに対して1ミリリットルです。大型水槽を持ってる方や水槽の多い方でも普段使いできると思います。しかも嬉しいのが、この小さいタイプ、お試しサイズがあります。でかいやつもあるんですよ、大容量タイプ。だから最初このお試しサイズを買って、効果を実感してからこのでかいやつ買えばいいと思います。あと値段が安い。10に対して1なのに結構安いです。やっぱり今作られてる新しい調整剤ならば、要求量が少なくて値段が安いのはまあ当たり前だよね。ニーズに応えてると思います。あとは沈殿物が少ないから水素の景観を崩さない。液体も透明だから水素に色をつけることもないです。唯一疑問なのが、これバクテリアいないとアンモニアとかリンを減少させないんですよ。このバクテリアの餌となるものが入ってるから、バクテリアがいて初めてアンモニア、アショウ酸とかね、そういうものを分解してくれると。つまり私のようにこう砂利を一切敷かないで、1週間に2回ぐらいほぼ 100% 灌水をしているベアタンクの水槽では、これあんま効果ないんじゃないかなって買ってから気づきました。砂とかね、低床薄く敷いててフィルター使ってる方はね、バクテリアがたくさんいるから効果実感できると思うんですけど、もう何も入れてないっていうね、もう管理優先の人間にとっては、以前紹介したプロディビオ、あっちの方がね、いいと思う。あれはね、化学変化でやるんですよ。これはまあ、バクテリアの力によって分解するというものなので、まあ予想ですけども、ベアタンクだとちょっと効果弱まるんじゃないかと。まあもしくはもう全くね、もう意味がないと。まあビタミン剤として考えた方がいいんじゃないかな。そんな感じだね。まあ TDS を一切上げないというのは良かったです。このグローラインテトラの写真を見た時に、ああもうこいつはもうグローラインテトラ紹介しないとダメだなっていうことで、今回紹介させていただきました。ということで今日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。以上、グローラインテトラの導入及びアクアバランスプラスの開封と検証でした。ありがとうございました。バイ。ここで一句。グローでもライトじゃないラインだよ。みんなも熱帯よゲットだぞー。